どうも、辰巳です。はい、というわけで皆さんお待ちかねのラーメン魂のコーナーがやってまいりました。よいしょ。ありがとうございます。はい、というわけでね、なんと今回ラーメン魂7回目でございます。7回目、もう結構やってんのね。でね、今回はまあ7回目ということでラッキーセブン、つまりね、今日はガチャをしていきたいと思うんですけども、はい、今ね、私こうやって今修行をしてるんですけども、ロイヤル系具材が足らないんですよ、このね、ロイヤル系具材だから、どうにかしてこのガチャで手に入れようという魂胆でございます。はい、だからね、もうやっていきたいと思うんですけども、ね、今日もね、まあ10連ガチャやっていきたいと思います。はい。じゃあまあやっていきましょうかね。はい、というわけで今ガチャのところで、まあ下の方にあるこれね、東日本ガチャっていうのがあります。で、これが1回、まあ、1日2000金貨なんですけども、私もすでに13回やっております。はい。見事にコッパ道になっちゃって。で、もう4500になってるんですけども、これでやっていきたいと思います。さこい。さこい。来い来い来い。ロイヤル。あ、木更津のアサリ。美味しいんだろうけど、そうじゃなくってね、ロイヤル系具材。ロイヤルなんたらっていうのが欲しいんですよ。来い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 。来た。トルネードおろし玉ねぎ。使うときはある。トルネード系が欲しいときあるんだけど、今じゃないの。だからもう行きましょう。はい、次次。3回目。山形の定番。何これ、白菜の漬物。これ、菊花でいいのかな、菊花、わかんない。ごめんなさい。額がない。さあ次行きましょう。ロイヤル、ロイヤル。小悪魔温泉卵。違うよ。ロイヤル系が欲しいの、俺は。お願い。ロイヤル系。ロイヤル系来い。ロイヤル、ナルト、普通の、超しょぼいじゃん。な、うわ、もう、6000キロになってる。やばいやばい。はい、お願い、ロイヤル系。省エネ牡蠣。牡蠣は省エネすんなよ。ねえ、豪華なやつで行こうぜ。ちょっと全然当たんねえな。なんだよ、これ。うわ、もう8000になった。ちょ、お金がどんどん上がっていく。貧乏になっちゃう、この、小悪魔有機ほうれん草。小悪魔、なんで、どういうことこれ。全然当たんねえじゃん。ロイヤル系が欲しいの。なんで一品も来ないのね、せいぜい100個ぐらいしかもらえないはずなのに。ちょっと、やっていかなきゃな。じゃあ、やっていきます。お願いします。お願いします。お願いします。良質青さのり。違うよ。違うんだよ。ロイヤル系が欲しいんで、お願いします。うまかわ紅生姜。うまかわ、前回欲しかったんで、うまかわは。今回はいらないの。お願いします。お願いします。ロイヤル系具材。リンゴ。普通。めっちゃ普通なの、ここに来ただった。違うんだよ。ロイヤル系。ロイヤル、お願いします。半熟味付け卵。これは美味しい。違うよ。違うから。マジで。で、今何回やってんだ？もう24回トータルやってるよ、今日1日で。ちょっとこれはね、やりすぎな気がする。まあ一応回収していきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10、10、また11回やっちゃったよ、もう10回でいいのに。お願いしますよ。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。 Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら